仏説魔化般若波羅蜜多心経漢字財宝作業人般若波羅蜜多事証券幸運海空道一切空役者利子式不異空空不異式式即税空空即税式重創業式役不如税者利子税商法空相不生不滅空上不増不減税航空事務式無重創業式無限に微税真に無意識証拠未足を無限海内し無意識海無無明役無無明人内し無老死役無老死人無空重滅道無知役無得意無償特攻膨大殺太へ般若波羅蜜多功心無けげ無けげ五無空恩利一切全道無足業念安三世小仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多羅三藐三菩提高知般若波羅蜜多世大神衆世大名衆世無上衆世無等同衆の上一切空真実高校説般若波羅蜜多衆俗世衆圧ギャーテギャーテアラギャーテアラソギャーテ菩提諏訪伽般若心経2016年7月20日、7月もあと10日ですね。ちょっとね、目が覚めたので一枠だけ呼ばせていただこうと思います。はい、タッキーこんばんは。ありがたやありがたや、そう思うあなたの心がありがたい、というわけで昨日の素読の部分から読んでいきますね。中川テキストで素読からやっていきます。第4章の第6節4段目から括弧5の4段目からいきます。原文また諸々の識字の中において略して十四種の字あり、いわく字水火風式小公民俗および言等の五根なり、ただし異書行式を除くと、また実施の式を立つつぶさには彼に徳がごとし、格のごとくの主樹の式のしゃべった、すなわちこれ文字なり。また五式をもって、アジ等を格をまた式の文字と名付く。また主樹の右上非上を再会するをまた式の文字と名付く。金衆両羅等、またこれ式の文字なり。法華華厳、智度等にまたつぶさに主樹の式のしゃべっと解けり。しかれどもないげの実戒等にはいでず、格のごとくの式等の差別、これを式の文字と名付く。ここまでですね。それでは、定本は弘法大師空海全集第2巻筑摩書房松本松慶、それから現代語訳戸賀能松雲公説小田寺集および、ただいまの中川テキストのストックで、適宜補いながら進んでまいります。今日は私なんかものすごく頭が痛くてぼーっとしちゃってしばらく寝てたんですよね。なんか暑さでやられた気がいたします。皆さんもどうかお気をつけになってください。でもね、近頃はこうエアコンがあるのも普通になりましたけれどもね、一昔前ってなかったわけでしょ。これがまあここはまだね涼しいんですけれども、やっぱり関西の暑さとか関東の暑さっていうのはもう何かこう暑さの質が違うっていうかね、やっぱりその不快指数とかね、やっぱりこう宮城県はだいたい 60% が森林なんですよね。仙台はそうでもないんでしょうけど、県全体として見た時にやっぱり土地はそういう風になっているので、かなり条件としてはいいはずなんですけどね。それではですね、
本日は第4章の第6節7段目から参ります。原文、これこの文字は愚においてはよく弱しよく愛して、頓人知等の種々の煩悩を起こして、つぶさに十悪五逆等を作る。カルがゆえに樹に能名という。地において、地においてはすなわちよく因縁の感じて、取らず捨てずしてよく種々の宝曼荼羅を建立し、広大の仏の事業をなす。神諸仏を空じ下諸上を利して、自利利他、これによって円満するがゆえに能語という。現代語訳、この文字なるものに愚者は愛着してしまう。そしてむさぼり、怒り、愚かさなどさまざまな煩悩を起こして、実子の悪業や五種の重罪を犯す。それゆえ死に迷ったりというのである。この迷ったりするという話ですが、ですね、一番、この話の直前にですね、ポエムを紹介しているわけですね。兼行表等の式あり、内下の絵章にぐす法然と随縁とあり、よく迷いまたよく悟る。ここですね、ここのよく迷いっていうここですね。今の部分を日本、現代語訳に一応してみると、色と形と動きとがある。内的外的な国土と生き物とに備わっている。あるがままに現れている場合と、条件によって現れている場合とがある。それによって私たちは迷ったり悟ったりするのである。まあ、その迷ったりするのはなぜかというと、この文字というものに愛着を起こす、執着をしてしまうからですね。続きいきます。知者にあっては四季の文字が成立する原因条件を観察し、それに執着することもなく捨て去ることもない。そしてさまざまな真理の世界の理想郷を打ち立て、仏の広大な働きをなし、神に向かっては諸仏を供養し、下に向かっては生きとし生けるものを救って、自己の利と、他者の利を従属させる。それゆえに死に悟ったりするのであるというのである。迷ったり悟ったりすると。さて、それでは今のところの戸賀のテキストを見ていきます。括弧7、四季の文字と名語、迷いと悟りですね。これこの四季の文字に対し、愚者はこれに愛着して、むさぼりとか怒りとか愚かさとかの種々の煩悩を起こして、つぶさに悪いことをなし、五逆等の重罪をも犯すに至る。五逆罪、五つの逆らう罪なんですけど、非常に重いもので、これいろいろな些細な罪もあるんですけれども、この5つを犯した場合は、その例えば閻魔様の裁判なんかを経ることなく、一気にですね、地獄の最下層、地獄は8階建てになっているので、一番下ね、底の部分の無間地獄に落ちるんですね。それは何かというと、父を殺す、母を殺す、あらかん、まあ悟った人ですね、殺す、それから和合僧を発すっていうのは、まあ、教団をですね分裂させるようなことをすると。それから、仏様のお体から血を流す、これが5つというふうに言われています。アラカン、アラウンド還暦、もしくはね、どなたか年配の方が嵐山勘三郎勘十郎とかなんとかって言ってましたね。アラカンといえばさてさて
まあ、なんか一応これが普通なんですけれども、他にもですね、いくつか説があるようで、私が以前別な国の先生に聞いた時には、経典を粗末にするとか仏像を粗末にするっていうのが当たるっていうことも聞いたことあるんですよ。それで今ほら、民族浄化っていうか、中国がね、チベットに侵攻していってますよね。それでその中でやっぱり人々の心の拠り所を辱める、壊すということでね、そのトイレってね、まあ、紙をね、経典を置いとくと、それで老けということをしていると聞いたことがあるんですよね。いやー、それはやっぱりね、別にそれ経典じゃなくても、文字が書いてある紙をね、やっぱりそういうのに使うのは私は抵抗あるんですよ。文字っていうのはやっぱり魔力というか呪力というかあるというかね、あとは神様が作ったものだから、文字というものは。だからよくトイレットペーパーで文字が書いてあるものを、なんだっけ、まあ面白グッズなんでしょうけど、四字熟語を覚えるようなね、ああいうのもね、私はね、どうかなと思うんですよね。ちょっと考えてみてくださいね。さてさて、それでは続き。つぶさに悪いことをなして五逆等の重罪をも犯すに至る。そこで、下旬にはポエムにはよく迷うと言ったのである。また智者においては、この式の文字における因縁の実相を感じて、取らず捨てず、あらゆる計らいを離れて、よくいろいろの飴土の悟りの世を建立し、おのずから、仏としての広大の事業を成し、これをもって神は諸仏を供養し、しもは世の人を衆生を利益し、自利と利他とはここにおいて円満することができるのである。故に下旬にはよく悟ると説くのである。さあ、それでは小田テキスト参ります。大意、この文壇は紙の、兼行表等式、ですね、兼行表等式等の下旬の第四句の「よく迷い、またよく悟る」、この釈であると。兼行表等の式人の文字において愚者は迷うて、頓陣地の三毒煩悩を起こして悪業をなし、智者はよく因縁を感じて、執着を離れ、色心の本質を悟り、種々の崩壊曼荼羅を建立し、自利利他二利の広大な仏事を成すことを明かしている。今、儒のポエムのですね、第2句「内下絵生具」の釈に先出して第4句を釈するは、第4句は前3先の3句に通じて心得るべき句であるから、第1句の釈に続いて第4句を釈せられたものと思われる。まあ、だから同じものを見ても、それをに執着をしてしまって、煩悩を起こしてですね、迷ってしまう人と、悟ってしまう人といるというのは非常に面白いですよね。さて、じゃあここのですね、文字の、単語の解釈をしていきましょう。よく弱し、よく愛す、ここですが、愛すべき色境、要するに目で感知できる世界ですね、色境に対してよく愛着する義、まあ、例えば美しいものを見て綺麗だなと、もっと見たいな、もっといっぱい見たいなと思うとかですね、これは三毒煩悩の中の頓、むさぼり、頓煩悩である。愛着は共に人法二宗に通ずる。今の門にはこの次に頓陣地の三毒煩悩を挙げているから、よく弱しよく愛すというのは三毒に通ずるのか、頓煩悩に限るのか異論がある。一説には、真煩悩、怒りですね、これは悪食を見て起こす煩悩で、まあ要するに
まあ目に心地よい刺激ばかりではないですよね。対象ばかりじゃなくて、見たくないようなものを見た時に、うわ嫌だと怒りを生ずるということもあるということでしょうかね。それで「トン」と「シン」とはその対境が異なるから、まあ好ましいものと、嫌なものとね、異なるので、なので同時に、愚起することはないという、まあ同時に起こらないっていうわけですね。由意識論第6にこの義を説く一説には、トン人の二枠が愚起するという。大日教書第2に六十神を釈するとき、六十神が一時に臓起し、あるいは次第に生ずという。しかるに六十神の中にはトン神も神神も、おっとこれは誤植かな、まあ貪りも、慎むと書いてあるけど、多分これ怒るの間違いですと思うな。そのトン神貪りも怒りもあるから、トン人愚鬼の義の証拠となるという。謙信抄にこの両説を言い出すが、取捨を明らかにしていない。貴陽は前説を取っている。それから十悪と五悪と、十悪十の悪業とは何かというと、十不善合同とも言う。十の悪いっていうより良くないなんですね。悪いとまでは言えない、良くない。何かというと、殺生、中途という盗みというのは何かというと、与えられないものを取るということですね。それから邪淫、次、妄語、嘘ですね。季語、季語はうえんちゃら、悪、これは悪口ですね。粗悪な言葉。それから両舌、この両舌は、まあ、二枚舌というふうに訳すんですけど、他の訳だと利権語というふうに訳します。間を離す言葉、要するに、2人の人を仲違いさせるようなですね、あの人こんなことを言ってたのよと。でそっちの別な人の方には、いやいやあの人はね、なんてこう、そういうことですね。それから貪欲、これ貪りですね。嗜に、これが怒り。それから痴という愚かというのは邪見、よこしまな見解。すなわち信号に、身で犯す、その良くないことっていうのは、殺生、中途、邪淫、この3つ。それから言葉によって起こす不善な行いというのは、その妄語、季語、悪、両舌。それから心によって犯す異語の3つの悪というのは、貪欲、嗜に、痴とこうなるわけですね。五逆は、一に父を殺し、二に母を殺し、三にアラカンを殺し、四に仏心より血を出し、五つには和合僧を発するを言う。この五合は、恩に背き、福田に他合ゆえに、五逆という。福田、福が実る田んぼ。これが仏教だというわけですね。なので、おけさはですね、田んぼの、こう、あぜを、あぜっていうの？なんていうの？あれをかたどっているみたいですね。父母を殺すは恩に、廃し、まあ背きですね。その他の三逆罪は福田に背き他合ている。この五逆は無間地獄の苦果を、苦しみの結果を招くから五無間罪という。父というのは母を汚し、無学の訳を犯し、あるいは情に従する菩薩や右学の少女を殺し、卒塔婆を破壊し、あるいは沙門を強奪し、霊廟を破壊する、等の無限罪に類する悪業を含める意である。そうですね。まあ5つだけやんなきゃいいんだというわけにはなりませんからね。あるいは重罪以外の無数の凶罪をも、軽い罪をも含めたとも解することができる。次に種々の法曼荼羅というのは、大悲大蔵曼荼羅、いわゆる大蔵曼荼羅ですね。それから金剛界曼荼羅、それから金剛杵十八手曼荼羅を指す。金剛杵行っていうのは、実際にはですね、16の場所で行われた、16じゃない、18の場所で行われた18の、説法な
んですね。で、我々が普通に金剛杵行、金剛杵行って言ってるのは初恵の金剛杵行といって、一番目の会場で、説法されたものなんですね。ちなみに理主教は6番目だというふうに言われていたような気がします。さて続き、広大仏事号、広大仏事号、これですが、実戒の絵章二法を同絶して、両部曼荼羅の明体なりと悟るとき、一式一行までも皆仏教外であるから広大仏事号という。さて講義いきます。この文壇は呪文のよく迷いよく悟る、よく迷いまたよく悟る、この句を釈するが、はじめによく迷いの二字を釈して、これこの文字は愚においてはよく弱し、よく愛し、頓陣地等の種々の煩悩を起こして、つぶさに、重悪五逆等を作るという。兼業表等の識人に対して愚者はその本質を知らないから、愛弱の念を起こしたり、嫌悪の念を抱いたりして、頓陣地の三毒煩悩やその他の慢疑等の重煩悩等の、種々の無量の煩悩を起こし、重悪五逆その他の多くの悪業を作り、地獄が鬼畜生等の悪種の苦果を招き、苦しみの結果をですね招き、流転輪廻の根源となる、輪廻ぐるぐる回っていると、しかもその中で輪廻6つの世界がありますけど、その中でも悪いところにね行っちゃうよというわけですね。故に呪文によく迷うという。次によく悟るの二字を釈して、地においてはすなわちよく因縁の感じて取らず捨てず、よく種々の崩壊曼荼羅を建立し、広大の仏の事業をなす、神諸仏を教示、しも主上を理して、自利利他これによって円満すという。すなわち智者は識人の文字が因縁生のものであることを感じて、本譜生在を知り、ポコンと勝手にこう生まれてくる、何にもないところからポコンとこう生まれるというわけではないと。兼業表の三式が縁者縁主の愚徳であると悟り、因縁の文字を得することなく、壊すことなく、これを直ちに法にである、ありのままであると知るがゆえに、この識人の文字に両部の崩壊曼荼羅を建立し、神は一式一行をもって崩壊の諸仏を供養し、下はあまねく原色心をもって十方の主生を再度する、自利利他二利の名号がここに円満する、故に呪によく悟るという。門に地においてというは、その智者は陰二の人か戒の仏を指すか両説ある、修行中の人なのか、あるいは仏様のことなのか、智者というね、智者というのはどっちのことというわけですが、戒の仏と見る義は今の地においてはよく因縁を感じて取らず捨てずの門が、神の愚においてはよく弱しよく愛し頓陣地等を発すの門に対して相反する義を示しているから、愚痴の分別を因果の対弁と見るのである。すなわち如意の性の悟れるものを大覚と号し、迷えるものを主上と名付く、というこの釈に準じて心得る気である。次に愚痴愚か知恵、ともに陰人、要するに陰人の中の対弁とする義は、陰人、修行中のな人の中の、愚かと知恵というふうに、取る意味はですね、神処罰を偶じ、しも主上理数の句を章として、知を仏知と見れば処罰を偶ずる義が成り立たぬから、陰人の菩薩を知者と名付けるとするのである。もう悟ってしまって自分が仏様になっているので、修行の中でその仏様を祀るということはないとこういうわけですかね。
という感じで、短いですけれども、まあ、ちょうど切りのいいところまで来ましたから、一旦ここまでにしましょうか。それではですね、一回ここの部分の素読をいたしまして終わりにいたしましょう。中川テキストでいきます。これこのもんぎな、違うね。第4章第6節括弧7、四季の文字と名語。これこの文字は、愚においてはよく弱しよく愛して、頓人地頭の種々の煩悩を起こして、つぶさに十悪五逆頭を作る。かるがゆえに樹二の名という。地においてはすなわちよく因縁の感じ、取らず捨てずしてよく種々の崩壊曼荼羅を建立し、広大の仏の事業をなす。神諸仏と空寺下主上を利して、自利利他これによって円満す。かるがゆえに能語という。ここまでですね。はい、タッキーお茶ありがとうございます。名刀なんか入浴剤が入ってそうな気がするんですけど、あ、でも温泉いいですね。夏場の温泉もいいですよね。冬もいいけどね。ギャテギャテアラギャテアラソギャテボジソカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジソカギャテギャテアラギャテアラソギャテボジソカアンニャー神行ナムダイ神上金剛ナムダイ神上金剛ナムダイ神上金剛ナムダイ明神ナムダイ明神ナムダイ明神元日祝徳牛一切加藤よし上海具上仏道。はい、それではおやすみなさい。良い夢を。オンバズラシャンティウン。また明日。ありがとうございました。